市の繁華街。何かを求めてそこに集まってくる若者たち。大人の都市文明が手のつけようのない混乱のままに膨張してゆく、その後を追うように最近の少年志向も都市に集中しつつあります。しかしその責任を少年たちだけに負わせることはできません。大人でさえ思い余る世の中、誰かが彼らを支えてやらなければならないのです。私たちの日課は世の中の真空地帯に迷える子どもたちを探して歩くことで始まります。転落の一歩手前、思考の一歩手前で救いの手を差し伸べてやらなければ。ほんのわずかでも不審なところがあればまず話しかけてみることです。私たち婦人補導員は波荒い社会の中で傷つこうとしている少年たちを救い出してやることが任務なのです。開店早々の朝の百貨店、こうしたところにも思考への落とし穴が待ち受けているかもしれません。思考化してからそれを見つけ出し保護することより、子どもたちをその事前に救うことができたらどんなに嬉しいことでしょう。私たちの心はいつどんな時でも恵まれない子どもたちに注ぐ母親の心、母親の目でなければならないのです。歩いて歩き抜く毎日。歩道とは靴が痛み靴下の破れる仕事です。しかし破れた靴下の一本一本が一人一人の少年少女の心に結びつくのです。目星をつけていた喫茶店でも対象者はいなかった。ほっとした気持ちでくつろぐひとときにも話は歩道のことで弾む。私たちの所属は岐阜中署防犯課。8人の補導員が顔を揃えるのはこうした会議の時ぐらいのものです。お互いに情報を交換し、お互いに意見を出し合ったり経験を話し合うことが明日の補導活動のプラスになります。連絡を兼ねて館内の中学校を訪問する。子どもたちと接する機会の多い現場の先生方の豊富な話題、厳しさの中に愛情あふれる先生方の子どもを見る目、私たちには役に立つことばかりです。子どもたちを守るには子どもたちの心になることが大切です。折に触れては歩道センターを訪ねます。非行少年の保護、歩道だけでなく有害出版物、広告の監視とやらなければならないことばかりです。
年とともに増える飛行。しかし、その飛行を責める前に、私たち大人が、社会が健全な環境を与えているかを反省しなければいけないと思う。そして私たちが乱れた世の中から子どもたちを守る防波堤になってやらなければ。学校のずる休み、不良交友、家出、それ自体はまだ犯罪ではありません。しかし、そうした行為を少しでも早く発見することが、少年少女の転落、非行化を防ぐ最良の方法なのです。非行を憎んでも、非行者を憎んではいけない。一日の務めを終えて我が家に帰る。疲れたとは言っておられません。家族の食事の支度にすぐかからなければ。幸せな家庭。しかし、あの子はどうしているのだろうか。更生した少年が頼りをくれると、私はもう嬉しくて精一杯励ましの返事を出してやります。それが社会の母親としての務めだと思っています。今日も私たちは二人一組になって歩き続けています。同僚が交代で勤めている家出人保護センターへ立ち寄る。また新しい捜索願いが届いています。悲しいことです。歩いていて、いきなり声をかけられる。飛行から立ち直って一生懸命に働いている少女。ほら、こんなに元気ですよ。少年が笑顔で駆け寄ってくれる。私たちの力は小さな力かもしれません。しかし、自信を持って歩み続けよう。私たちの守り育てた小さな芽が一つ一つ育っているのです。